スマイナス11、スマイナス11はソ連の超音速迎撃戦闘機、冷戦時代に国土の防空の一端を担った。北、大西洋条約機構はスマイナス11に対しフィッシュポットシーというナト o コードネームを割り当てた。1958年にスマイナス9の発展型として TSD 30よりはるかに強力なレーガーである。 お料理を搭載する開発機 T-3 から8、M の改良型 -8 から2、後 R-8M と解消された。T-3 から 8M は、S、S-9 の量産前試作機となった、T。T-3 から51と並行して試験が続けられた。さらなる宣伝が必要であるとされ、同年には PT-8 から4と K-7。 空対空ミサイルを運用するレーダーステーションアルマースを搭載した T-47 も製作された。PT-8 から4は T-47 から2とも呼ばれたが、この機体が事故で失われるなど試験は順調には進まなかった。1958年9月には稼働状態にあるのは3号機の T-47 から3だけとなってしまい。 各種試験がこの機体で実施された。翌1959年には、試作機、第2シリーズとなる T-47 から4と T-47 から5が完成された。1960年にはさらに増加試作機、T、T-47 から7と T-47 から8が製作された。T-47 から8には、それまでの L-7 回 -1 に変えて、 より強力な新型のターボジェットエンジン AL-7 回には別のソラ対空ミサイル K-9 と称する別のマッハ3級迎撃戦闘機に搭載される予定のものであった。したがって T-47 から6は他の T-47 シリーズの研究とは直接関連性のない機体であるとみなされる。5機の T-47 では 非常に多くの回数の試験が実施されたが、T-47 の迎撃システムの試験は1961年6月までに終了した。同年11月には T-47 から8が通詞の飛行場で行われた革命記念の航空パードで初めて公開された。NATO は識物のためこの機体に対しフィッシュポットシーというコードネームを付与した。 T-47 シリーズの研究成果を取り入れて完成された T-3 から 8M は1962年2月に防空軍に正式採用されることが決定され S-11 という正式名称が与えられた。搭載する k 8 m ミサイルは R-8M と解消された。また搭載する全コンプレックスは S-11 から 8M。 赤外線誘導型の R-8、MT 迎撃装置、指令な3レーダー警戒装置、AP-39、自動操縦装置、ボーズルフ1自動誘導装置などの電子機器が搭載された。S-11 最初の量産機は1962年6月に進むぞらした。しかし、同年10月31日に惨事が発生した。その日、 最初の量産型スマイナス11は、ビークトルミハーイロビチ・アンドレーエフの試験飛行に、望んでいた。だが、その時エンジンは停止した。機体はちょうど市外上空に差し掛かったところであり、操縦士は、気を見捨てぬことを決意した。彼は、気を、市外の外れの古い長期工場へ運ぼうと試みたが、衝撃による負荷で気は市外へ墜落した。 この3次はこの新しい迎撃機の運命に対し、極めて否定的な影響を及ぼした。防空軍司令官、エブゲーニー・ヤーコブレビチ・サビーツキーは今気強く自局の、新しい迎撃機薬 -28、P 量産配備化への道を切り開こうとしていた。スホーイの機体に比べた、実際の、あるいは架空の、あらゆる長所が宣伝された。まもなく、今後は、 迎撃機の信頼性の向上のために、機体は必ずそれぞれに電気及び水素補給システムの駆動装置を持った2つのエンジンを搭載しなければならないという決定が下された。スホーイ設計局では、ちょうど新たな試作迎撃戦闘機 T-58D の試験を開始していたところであった。T-58D は、その決定を理想的に満たした機体であった。この新しい機体に、 すべての機体が向けられ、スマイナス11の機体とエンジンの開発者に対しては、自身の製作物の信頼性に関して真剣な改善措置を講ずるよう命ぜられた。特に、機体への自動制御装置の導入が急がれた。スマイナス11への発注は、スマイナス9が生産され、その後スマイナス11が生産されていた、ノボシビールスクダ、e、153工場が、 約 -28P の生産に回されたため大幅、削減された。スマイナス11はすでに作られていた残りの部品を使って生産が続けられたが、父として進まなかった。そのため、スマイナス11は1965年に至るまで延々と生産が続けられたのにもかかわらず、その生産数は100機に満たなかった。この数は、実にス、スマイナス9の10分の1であった。 スマイナス11は、高度1万1000メートルにおける時速2340キロメートルの最大速度記録を持ち、戦闘行動半径、高高度への上昇力、目標探知能力、攻撃可能距離など多くの点で全人機スマイナス9を大きく上回る性能を、発揮しより間違いなく高性能機の類に入って、いたが、基本的な航空機としての安全性に欠けるという、 致命的な欠陥を持っていた。同時に、これは、機種空気取り入れ口を持つ戦闘機の当時の技術力における限界を示していたとも言える。これ以降、ソ連で生産される戦闘機は、スマイナス11の、いとこにあたる戦闘爆撃機ス17シリーズを、除きすべてこの伝統の形態を捨てていくことになる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。